ょっとリップの出して、やっほー、ちょっとだけ配信したいと思います。なんか今日顔丸いなって、いつもです。ねえねえ見て、これ見て、見えるのかな、これ見て、見える、これさ、なんだと思う。寝てる時に首絞められたとかじゃない？え、これさ、これなんだと思う。最近なんかできて、なんか触ったらちょっとザラみたいな。でも最近めっちゃ目立つくない？こうしてても、え、めっちゃ目立つよね。何ですかこれ。でもなんかね、インターネットで調べても、調べてもっていうか調べ方が分かんなくて、これあざじゃなくない？これなんだよ、これ何、いや金属アレルギーじゃないと思うな。だって金属のもの捨ててない。これ調べ方分かんなくて私。何これ、いつから、ちょっとね遡ってみるね。結構ね写真とかでも、写真とかでも割と映ってるんですよね。この間のそれこそ、違う違う、前髪はねこのぐらい、なんかこっから伸びないんだよね私の前髪。やっぱ皮膚科行った方がいいですか？なんか私の予想はここら辺まであるニットとかニット素材の洋服とか、ここら辺まであるのを着てるから、なんていうの、ちょっと擦れみたいな、擦れでできたのかなって思うんですけど、服で擦れたんじゃないかなって思うんだけど、どう思いますか？そう、摩擦みたいな。でもこうしてたらさ、めちゃくちゃ目立つじゃん、やだ。キスマークって思われる？でもキスマークって思われる、これやだよ、そんなの。こんな堂々としてるのやばくない？どうしたらいいのこれ。そんな真ん中にキスマークつけるやつおるんか。こんなさ、やばいね、こんなん。
だから皮膚科に行くしかないですか。これなんか結構前から、結構前は嘘つきました。しーちゃんの卒業公演の時もありました。ちなみにその時から私はあるなっていうのを気づいてたんですけど、でも聞いてください、あの結構前に、中学生の時ぐらいに、こっちかなこっちかなどっちかに、こんな大きくなくてこんぐらいのね、同じようなものができたんです。でそれでアットノン塗ったら、アットノン毎日塗ってたら治った。いい音だって。え？ ASMR？ なんかこうしたら大人っぽい。前髪伸びたよね。久しぶりに見れた。やっほー。あ、いい音鳴るって。じゃあちょっと。ASMR。 ねえ、やだよこれ。皮膚科行った方がいいよ。だってじゃあ一回アットノンでさ直してみていい？アットノンでも直んなかったら皮膚科に行きます。なんか金属アレルギーとかじゃないと思う。確かに最近ニットとか着てた。お風呂でゴシゴシしてない、してない。顔丸。これやばいよね、こんな感じだよ。でこの上に来てるみたいな。だからこれ脱いだら寒い、ノースリーブみたいな。あったのってその万能なの。そう、万能だってしたね。じゃあ赤っと髪の毛結ぶから、ゴム欲しい。ゴムを取って、そうだからね、これ抜いたら私すごいんだよ。なんか夏ですか？夏じゃない。高校卒業できるよ。私はしてからしーちゃんと会った、会ったよ。ちゃんとテストも終わったんですよ。それ着てても寒そうだって。でも私暑がりやから。
ん、追試なしで。だってめちゃくちゃ勉強してたもん。コアラのマーチ。最近ですね、私おしゃれ女子になりたくて。でもね、ちょっとテンション気持ち悪いですけど、聞かないでください。おしゃれ女子になりたくて、おしゃれ女子になりたくて、で最近インスタグラムとか見てると、こうしとこ、最近インスタグラムとか見てると、なんかフレンチガーリーみたいな洋服を着てる女の子を見てて、フレンチガーリーってわかりますか？逆に目立つ。嘘、嘘でしょ。目立つかな。でもこうしてたら結構目立たない、見えない。フレンチガーリーってわかる？なんかめちゃくちゃ甘々、甘々なんかね、甘々な洋服にハマってて、それをなんていうの、ちょっと着てみたいなって思うんですけど、なかなか挑戦できなくて。フリフリって、うん、なんかそんなめちゃくちゃフリフリとかじゃなくて、多分ネットとかでフレンチガール、調べたら出てくるんですけど、でも似合うの？ひなこちゃんに似合うの？って言われたらちょっと、あ、わかんない。なんかね、こんな感じの、さ、もの。でもどんなのがいいか分かんない。洋服はね、結構洋服がね最近好きなんだけど、自分に、あと趣味が悪くて、洋服の、いや、顔丸くなった、やばいやばい、今なんか今日めっちゃ丸くない？そう、私ね、洋服の趣味悪いんですよ。丸顔も嫌。めっちゃいい感じで隠して、でも本当だよ。だってこれも お母さんが決めてくれた。
で私は例えばね、エイトの日のファッションショーの服は私が決めたんですけど、なんか、ね、たまに変なの買ってくる、変な洋服買ってくるんですよ。これは私が決めました、自分で。ひなこってアディダス好きそうって。好きですね。でもあんまりそんな持ってないかもしれない。ゴールドのお財布、高画質出た。それさ、需要あります？思ったんだけど需要ないよね多分。だから可愛い洋服、なんかとりあえずおしゃれになりたい。ロングブーツとか持ってる？だってロングブーツですね、持ってなくて今ね買おうとしてるんです。今ロングブーツ探し中なの。どこがいい、なんかいろんなところあるから今探し中。タグ？タグじゃないです。ちょっと暇だから入れてみました。顔も可愛くてスタイルもいいから女優さんも一応。どこがですか？全然です。もうここ終わりか。そう、身長伸びたの154。嬉しい。自意識なく泣かない、絶対に泣かない。命かけれる。私153だったのが 154. 点なんとかになってた。そうだから次は155を目指します。ポニテかわいい。適当に結んだよ。私高校卒業して、卒業後のことはまだみんなにお話ししてないよね。
つかお話しするときが。服のタグかと思った。これでしょ。実は高校を卒業したら私の数ある夢の中の一つだった。ハーバード大学に。すみません、嘘です。ごめんなさい。嘘です。首何入れてるの？なんかね、お菓子のあれ。ちょっと暇だから入れてみた。ワシントン行こうよ。ワシントン行くならケンブリッジがいいな。なんか久しぶりにさ、ショールームしたね。まあ、とりあえず今は高校卒業まであと、明日は2月でしょ、だからほぼ約1ヶ月だから、とりあえず卒業したらみんなに報告するね。卒業しましたってなんかよくあるやつで。そしたら私4月からショールマイシンが12時までできるようになるんですよ。私それがもうすごく嬉しくて、なんか毎日私2時ぐらいまで夜更かしさんなので起きてるんですけど、なんか11時ぐらい、私今10時までしか配信できなくて、高校生だからね。だから11時半とかに、ああショールームしたいなって思っても、今できるのにって思ってもできない。そう、昨日もめちゃくちゃ遅く寝た。それしとかないと。なんかブス。そう、めちゃくちゃ夜行性なの。ね、思ったんだけどさ、これさ、脱いだらさ、夏使えるってこと？なんかこれセットで売ってたんですよね。そう、そりゃそうか。これとこれ一緒に売ってて、買ったんだけど、今思ったんだけど、これさ、脱いだら、これ上脱いだら夏使えるってこと？そう、下は普通にノースリーブなの。でも私ノースリーブ似合わないから。取れるよ、これ脱いだら。こんな風になってんの。ほら、こんな風になってんの。だから一石二鳥、今のさ使い方めっちゃ良くない？一石二鳥。
その白いので首が長く見えるって。やった。じゃあこれずっとしてとこう。ねえ、私さ、あの最近ねびっくりしたことがあるのね。なんか今年私19の年じゃんって思って、え、もう19歳の年で、まずめっちゃびっくりしたの。でめちゃくちゃびっくりして、すっごいびっくりしたのね。でもそれ以上にびっくりしたことがあって、山田京香が今年で20歳になるの。それに一番びっくりした。あの山田京香さんが20歳に今年になるって聞いてびっくり。で私も来年の11月には20歳ですよ。入った頃は14歳だったっけ、15歳だったっけ、14、5ぐらいだったのに、もう信じらんない。ね、本当にピンとこないね。そう、京香は1個上だよ。びっくりだよね。14歳だったら次の日とかじゃない。そうだそうだ、本当にびっくりだよね。私ももう19歳。しーちゃんに15歳いじられてたの、あ、うちもめっちゃ覚えてる。20何歳って言い返したのも覚えてる。いやちょっと早いよ。だってもう高校、この前高校1年生だったのに。だからこの前中学3年生だったのに。今日9時からドボンしよう。ゴールデンタイムだっけ？合ってる？朝広がらない？え、嘘。大丈夫。ね、コロナもあったから時間経つのね。ゴールデンベッドタイムってなんかすごい名前だね。ゴールデンベッドタイムが9時からでしょ。だから9時からに、私9時からやろう。9時から755で時間決めるね。こんにちは、10位内入れたんだ。だって嬉しいね。ドボン頑張ってくださってる方本当に嬉しい。じゃあゴールデンベッドタイムなんで日の子ってに、あ、違う、待って今ごちゃごちゃになっちゃった。なんで日の子って全然名乗ってないの。だって、うん、私もわかんない。でも島根にいる時はちょっとだけ出るよ、なんとかだがみたいな、あるんだけど。いや出る人は出るよ、めっちゃ。なんとか市長とか、何市長、楽しいがとかなんだけど、私は本当に出ない。元から出ないかもしれない。今あの何人、島根にいる時はめっちゃ出てるけど、東京に来たら出ないとかじゃなくて、なんか普段島根にいても全然標準語だし、たまになんとかだがみたいな、たまにね。そう、総理大臣奥原首相になんなきゃつく、奥原内閣、ちょっとかっこいい、奥原内閣を作らなきゃ。
え、首相なの？え、首相なの？首相なの？首相じゃなくて首相なの？ちょっと待って嘘だ、そんなの嘘だ。ちょっと一回首相って読むのにね、普通に読んだの。まあでもさ、首相って言ってもバレない説ある。首相って言っても首相に聞こえない？首相聞こえないか。いや、いいや、賢くなかった。だったこれで東大行ける。だってマジ東大に行こう。ごめんなさい、私さ LINE の通知うるさいよね。最近りんちゃんに会ったよ。なんかね、でも普通にあリンリンだヤッホーっていう話と、あとね、あのレッスンの帰りに、私はレッスン終わって帰ってて、でリンリンは今からレッスンだったのかなか分かんないけど、すれ違っておーヤッホーっていう。お仕事、友達、お仕事です、すいません。写真集出ないよ、需要なし。官房長官から LINE 来た。そう来た、岡田内閣はどうですかって来たんだけど、順調ですって言っときました。りんちゃん、やめてた服着てた。うん、着てた。もう、うん、着てた気がする。じゃあ外務省大臣だっけ。外務省の大臣。破れ同士の、え、どういうこと。いいね、映画としたらいいや。全然、本当に全然、本当に全然。もうちょっとチームビリーが終わっちゃうんですよ。悲しい。もう本当に、もうね、本当に悲しい。チームビリーでどれだけ私が成長できたか、知ってますか、皆さん。私がチーム B でどれだけ成長できても、チーム B しか多分この感じ出せない、楽屋とかで。だってこの間の B 会の時もすっごい大きい声出してたんだもん。なのにもう一生出せない。生誕の時少しおとなしかった。そうかな、楽屋はすごかったよ。ウィグルンスみたいな絡みがもうこの、ほんとこんな感じ。ウィグルンスしたら、どうしよう何も考えてないよっていうか、大丈夫です大丈夫ですみたいな、ウィグルンスみたいな。もうみんな仲いいんだもん。すごく悲しいです。
そうだからチーム B は本当に新しいチームのレッスン始まってますよ。なんで知ってるんですか。始まってます。新しいチームは私はちょっとあのダンスなんかさ、チーム系ってすごい体育会系みたいなイメージがあるじゃないですか。で私はすごく不安です。あのダンス大丈夫かなっていうすごいバキバキなイメージがあります。私からしたらそう。なのであのでも本当にそれはもう頑張らなきゃなっていう、頑張れます。でも私も最初チーム B もう絶対チーム B さ決まった時もかもう絶対絶対無理だもうやばい本当に本当にやっていけない絶対やっていけないって思ってたら今チーム B でこんなになっちゃってるんですよ。だから多分何数年後とかにはこんなになっちゃってる気がする。だ最初のチーム B も本当にそう思ってたんだよ絶対無理だって。新しいチームの MV マジでやばいです。だから最初は本当にクラス替えみたいだよね。だってクラス替えもさもうこのクラス最悪とかさめっちゃさ言ってたの言ってた自分の中でね言ってたらもうこのクラス離れたくないって言ってるんだよ。不思議す不思議だよねこの現象。森さんとからのあるよ。森さんめちゃくちゃ話す最近。違う森さんって話しかけに行くか。面白い本当に面白い。それほどすごくいいチームだったということですチームミー。だからチーム K に行っても成長できたらいいですね自分自身が。成長できるように頑張ります。千代が配信で泣いてた。え、なんでですか。とりあえず9時のゴールデンベッドタイムとかいうすごい素敵なお時間の時にやろうね多分。私ねまだね載せてない写真とかね結構あって。総会発表された夜泣いたな。私も泣きました。みんな大体泣いてたかなメンバー。私さ全然なんかまだ載せでもなんかちょっとこの写真なんかこれちょっとキモい。いやーちょっとこれは見えないですね、うん、見えないわ。
ではちょっとランキングをね先に読みたいと思います。13位石のピンポンアットマーク7レンジャーさん、ありがとうございます。